糖蜜とは、以下に劣気されるものを指す。糖分を含んだ液体。シロップ。糖蜜。素糖などの原料から白い砂糖を生成するときに、現れる黒い副産物。モラセス。灰糖蜜。すべてを含めて、糖蜜と総称されることが多いが、本校では、製糖や料理で一時的に用いるものを、糖蜜。食品工業で二次的に用いるものを灰糖蜜として、記す。 糖蜜は糖分を含んだ液体のことであるが、以下のものが、競技の糖蜜を意味することが多い。黒蜜も、参照のこと。灰糖蜜は、砂糖を生成するときに発生する、糖分以外の成分を含んだ粘状で、黒か主食の液体であり、英語ではモラセス、または、モラセスと記す。日本では灰糖蜜という呼び方に抵抗感があるため、単に糖蜜、あるいは、モラセスと、 外来語表記する場合も多い。配当蜜は、正当の副産物であり、主に以下の状況から発生する。配当蜜は、食品廃材の一種ではあるが、砂糖キビなどから得られたものは、糖分などをまだ6割前後含んでいることから、そのまま甘味料として、またうまみ調味料やアルコールなど、医薬品製造、健康食品原料の製造などの発酵工業の、 原料として用いられる需要があり、砂糖の生産地で発生する大量の配当蜜は工業原料として地元で消費されたり輸出されることが多い。砂糖キビの配当蜜は今でもカナダの海洋諸州やアメリカ合衆国のニューイングランド地方などアメリカ州における三角貿易のかつての中継地点でよく消費されている。砂糖キビを 主工業的な方法で正当した場合、配当蜜に砂糖キビ由来の糖分やミネラル分が多く残されることから黒砂糖の成分を濃縮した自然食品として販売している企業もあり、砂糖キビ液を直接加熱濃縮したものと同じようなものとして販売されている。なお食料品の原材料名に糖蜜と記されているものは、この項における配当蜜のことであり、 黒砂糖などを用いている食品に使用されていることが多く、黒砂糖自体にも混入させて加工しているものもある。ありがとうございます。